吉田さん、くれないの豚ですかくれないの豚私、見てないんですよね。今後も見ないと思いますけども。まあ、くれないの豚は、何もしてくれない。お金もくれない。なんだかんだくれない。だから、くれないの豚なのかなと思っちゃいますけどね。そんなことないですかね。いやー、でもね、楽しい映画って結構いっぱいありますよね。いっぱいあるんで、 タイトルと CM 一つで見るか見ないかって変わっちゃうんですよね。で、あ、これ面白そうだなと思って見たのに、そうでもなかったってもの結構あると思うんですよ。で、クレーナイの豚はもしかしたら面白いかもしれないけども、タイトルが興味を引かなかったんで、未だに見るのはちょっと時間がもったいないなと思っちゃったりね、するんですよね。うん、そういう意味でも、タイトルってものすごく大事ですよね。それから、ポスターに、 当たるサムネイルねこれも大事ですねで YouTube の動画で当たる当たらないよねすごく気にしてる人ってタイトルもサムネイルも大したことないんですよ、うん、それこそ編集もしてないしねサムネイルも作らないような、まあ、そんなね、まあ、我々のようなね動画のやり取りでもちゃんと売り上げ上がるわけですから、うん、だからサムネイルにも凝ってないでタイトルも 対して洗練されてない人がいやー YouTube 頑張っていっぱい作ってるんですけども全然再生されませんチャンネル登録増えませんっていうのはまあ、当たり前のことなのかなと思いますけどねあた、うん、り前田のクラッカー、ね、前田タイソンでございますよ言ってらっしゃい